皆さんこんにちは、モンスターハンター4のプロデューサーの辻元です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、モンスターハンター4ディレクターの、藤岡かなめです。よろしくお願いします。今日はですね、モンスターハンターの、シリーズ最新作、モンスターハンター4、こちらのですね、東京ゲームショーバージョンの、ロムを使ってですね、今回このモンスターハンター4がどのように変わったのか、どのように皆さんに遊んでいただけるようになったのかというのを、この藤岡と一緒にこの、実況を使って、いろいろ皆様に説明させていただけたらと思っております。じゃあまずですね、初めにこのモンスターハンター4の基本操作の方を説明させていただこうと思ってます。はい。今回ですね、モンスターハンター4をいろいろ新しいアクションの方ですね、追加させていただいてるんですけど、あくまでですね、今までの、慣れ親しんだ、操作感覚、操作方法にプラスしていろんな要素を付け加えさせていただいてます。走ったりとか、ですね、あと武器を出して攻撃をしたり、はい、回避をしたりっていうのはもう今まで通りの操作でいいですね。はい、長めたためにしたりですね。あとこうアイテムを選択して、使用したりとかっていうのはもう今まで通りです。ですね、基本的には何も変わらない。はい、基本のベースの操作っていうところは今説明しましたけど、要は変わってませんです。そうですね。皆さんご安心くださいというところです。はい。今回モンスターハンター4というのはですね、高低差のあるフィールドで高低差を生かしたアクションっていうのを一つ楽しんでいただこうと思っております。で、今このフィールドのこの場所でもこのエリアでも高低差っていうのが実際存在します。で、そこに対して、プレイヤーがどのようなアクションをしていくのかっていうのをちょっと今からお見せします。今回は高低差もあるということで、そういう地形をプレイヤーの方にも気持ちよく、移動してもらいたいっていうのもあってですね、いろんなところちょっと、手を入れてます。まずこれジャンプからの走りですね。今回ここはもう基本的にこう走ってたら、スムーズにジャンプから走り込んでいっても、ように作ってます。逆に今度上がってみます。こんな感じです。はい、これは今までの操作だと、段差があると基本的にはこう A ボタンを押して、登ってっていう、よじ登ってっていうのが今までの操作だったんですけども、そこはもう今回、こういう段差が基本的には、もうゲームの中に入っているということで、そのあたり全てスムーズに移動ができるように今回は作り変えてます。はい、今回ですね、この高低差を生かしたアクションというところで、ジャンプ状態での攻撃っていうのは、はい、モンスターハンター4一つ大きなポイントとなってます。はい、で、じゃあこのジャンプ攻撃っていうのはどうやったら出るのか、はい、どういうものなのかっていうのを今から説明します。このジャンプ中に、この攻撃ボタン、これだったら X ボタンですね、はい、を入力してもらうと、こんな感じで攻撃が出ます。で、武器によってはこういう固有のアクションも追加されてまして、ジャンプ攻撃をこう狙ってもらうっていうような、地形を意識した行動っていうのは今回の大きなポイントになると思いますね。はい、じゃあこういった、壁、今回壁ですね。今までのモンスターハンターにも壁はあったんですけども、よいしょ、壁に登るときはこう A ボタンで登ってもらい、なんと今回横にも移動できますね。上下左右動けますね。はい、こういう地形を生かしてほしいということもあって、今回こういう壁の行動でもかなり、自由度が高い、アクションを入れてます。はい、さらにモンスターがいた場合、モンスターがいた場合どうしますかと。はい、やっぱりね、今までだったら、逃げるしかなかったんですけど、逃げるしかなかったですよね。今回の方ではですね、なんとこうこのように攻撃ができちゃいます。なんと、はい、これハンターナイフにしてるんですよ。最後にポイントとして説明しました、ジャンプ状態。じゃあこのジャンプ状態っていうのをどのようにアクションとして利用していって、ハンターの皆さんは、立ち回っていくのかっていうのを今から、説明します。はい、今回東京ゲームショーのロムなので、はい、ドスジャギ討伐と新モンスターケチャワチャ討伐で、
これ超難しいよと言われているテュアレックス討伐というので、はいはい、この実際の中で見せようと思うんですけど、はい、というわけでティガレックスで見せましょうかということで、はい、やりますか。ティガレックスに向かっていきましょう、はい。今回ですね、あの小バージョンですので自動マーキングがついてますので、もう、はい、モンスターの、まあ、今回ティガレックス、ね、ですね、はい、が、9番にいるっていうのが分かりますの で、はい、で9番に、はい、向かいましょう。でこっからがですね、はい、今までモンスターの生態のデモ、シングルプレイですね、初めてモンスターに出会ったらモンスターの生態の演出っていうのが入ってました。自分のつけている武器防具のまんま一緒に入ってきてくれるんですね、はい、で今ティガと出会って、初めて出会った時の演出ですね、小枝を踏んで気づかれるという、はい、ね、ハンターらしからぬ、ハンターらしからぬどうなるんですか。はい、ここからそのままこのようにクエストが進みます。これ全てのシングルプレイ出てくるモンスターは、基本的にこういったイベントが、入ってますね、うん、はい。そしてこういった、まあ、今までない地形ですね、上があったり下があったりっていう、今あの、はい、二重床って呼んでるですね、はい、下の、はい、地上の部分とこの下の上っていう2つの、はい、まあ、地上ですかね、そうですね、まあ、はい、そこで行き来しながらそうですね、アクションが行われる。で当然、モンスターもこういうとこを全て対応してきますね。こういう感じで、はい、上から下に降りてきたり、でこういった、今までにない、起伏に乗んだ地形で今まで通りの操作で、うん、モンスターと遊んでもらいたいなっていうのが、今回のモンスターハンター4になりますね。よっしゃ、よいしょ。こういうこともできちゃうんですよ、慣れれば。なるほど、地形にやっぱ慣れるとこういうこともできちゃうんですよ。ここなら安全走路なんですよ ね、はい、できちゃうかな、ですね、と思ってたらと、こんな感じですね。これは今までのテキさんとは違いますよね、はいはい、上にも下にも、プレイを追いかけてきますね、はい、特にティガはティガレックスはすごい、こういうところにアグレッシブに、そうですね、はい、来るんで注意が必要ですね。さてさて、どうぞ。肝心なジャンプ攻撃をですね、当てたいんですけども、ここ段差ありますね、段差ありますね、よいしょ、よいしょ、当たった、当たります、当たると、はい、この乗り状態が始まります。これが、今回さらに、モンスターハンター4で、初めて入る要素ですね、うん、ジャンプ攻撃を、モンスターの特定の部位にしっかり当てることができれば、うん、まあ、こう黄色いエフェクトがドーンと出ます、うん、でそれが特定の部位に当たったっていう、記号なんですけども、その特定の部位にしっかり当てることができて、なおかつモンスターがひるんだ時、に、プレイヤーはこのようにモンスターに乗る、ことができます。そして、モンスターがこう大暴れしますね。ただプレイヤーは、飛ばされないようにこうしがみつきます。 R ボタンでしがみつく、そうですね、はい。そして、モンスターがちょっとこう少しひるんだら、攻撃をどんどんしていきます。これのバランスがね非常に難しいですね。これでこの、攻撃をするとこの青いゲージがどんどん溜まっていきます。これを最後まで溜め切るとプレイヤーの勝ちですね。そしてここで、さらにチャンスが広がると、はい、モンスターの方も耐性がついていくので、まあよりこう何回も何回も乗るとそうですね、吹っ飛ばされやすくなる、モンスターがも慣れやすくなる、そうですね、はい、あのですね、今回この新しく追加されましたジャンプ攻撃なりジャンプ行動っていうのを今メインで説明させていただいています。ただ、当然ですね、今回のモンスターハンターの方ではこのジャンプ攻撃なり乗り攻撃、乗り状態ですねを、必ずしもかないっぱいやらないとじゃあクエストにクリアできないかっていうか、そうではない。ここはもういわゆるプレイヤーの選択肢の幅としてこのジャンプ攻撃っていうのが入ってきてると思っていただければ で、ね、はい、でプレイヤーの 方は皆さんお好きな、アクションを選んで、はい、このモンスターに対して、ね、向かっていっていただければ、そうですね、はい、今回この東京ゲームショーバージョンからも入れさせていただいて使用可能となっております新武器の方行きましょうかと。ありますか、はい、この中にあるもういきなり初めにカーソルを飛ばされている、はい、
この総中鼓という武器ですね、はいはい、が今回、モンスターハンター4では新しく追加された、武器ジャンルとですね、なります、はい、まず、基本的な操作からじゃあちょっと説明させてもらえますかね。基本的にはこういう、ですね、まあ何ですかね、棒術のようなアクションになりますね。飛びのきながら切ったりとかですね、まあこういういろんなアクションがこういうことですね、うん、この武器のもう一つの特徴ですね、そうですね、先ほど、基本操作のところで、はい、ジャンプっていう要素を説明させてもらったと思うんですけども、なんとこの武器、はい、そういう段差がなくても、自分でジャンプができます。あら、はい、これこの武器のみの特徴ですね。特徴ですね。こうやって自分でジャンプできる。当然これジャンプ扱いになっているので、このジャンプ攻撃、ジャンプ状態から攻撃、なるほど、当然できます。じゃあこれは先ほど説明したジャンプ攻撃になるので、そうですね、特定部位に当たった時は、はい、あの乗り状態になる。そうですね、はい、なります。当然これだけではございません、はい、面白くないんで。じゃあこの武器の、すごく特徴をまず、まずはそもそも気になってる肩についてるものか。あ、そうですねみんな気になってますかね、これ。これがですね、はい、まあ読んで字のごとしなんですけども、まさしく虫、狩猟の猟に虫と書いて猟虫です。じゃあこれをどうやって、まあ扱うのかというとですね、はい、この総中鼓のお尻の部分がこう緑色にちょっとふわっと光ってると思うんですけども、ここが虫笛のような役割を持ってます。操作としてはごくシンプルでして、 R ボタンを押すとパッとこう光ります。はい、こんな感じで。そしてこの状態で X を押すと、こう虫に指示を出して飛ばすことができます。で逆にこう帰ってこいと言ったら帰ってきます。これが基本的な、まあ、虫に対しての指示になります、うん、基本的にこの虫を使って、うん、プレイヤー自身を強化させるっていうのが、はい、この総中鼓の、特徴になります。じゃあどうやったら強化するんだっていうのはですね、はい、虫を飛んでいく場所を指示します、はい、でその指示をするためにこうここにですね、こう R を絞っ押してもらうとこう赤いこうカーソルが出ますね、はい、オリバーがちょっとですけども、はい、こんな感じでカーソルをまずモンスターに合わせてもらいます。でこの状態で R をポッと離すと、こういう印を打ち込みますね、はい、なんかね、これ印玉って言うんですけど、この印玉をまず打ち込みます。するとモンスターのところにこう黄色いエフェクトが出てると思いますけども、この状態 で、これがいわゆる印がついている状態ですね、はい、でこの状態で虫を飛ばすと、この印のついているところに飛んでいきます。ぶつかっていきますね、はい、でさらにそこで、虫がですね、強化エキスを採取してるんですね。ポワンポワンになってますね、はい、そしてこの状態で、戻してあげます。帰らせたって、はい、ですると、黄色いエフェクトが自分に入ってですね、これで自分の防御が強化されている状態になります、うん、でこれで、今プレイヤーは防御が強化されてて、防御力であったりちょっと耐性がついたりっていうような、状態になります。こういった形で、まあ、モンスター、まあ、今だとアプトンスだったり、あと大型モンスターもそうですね、うん、でもあったり、大型モンスターの場合は、部位ごとに、その強化エキスが違うので、飛ばしていっても、ね、虫を当てる場所っていうのを、まあ、ああやって指示を出して、場所飛んでいく場所を指示出して、うん、で強化エキス、いろんな強化エキスを持って帰らして、なるほど、うん、はい、はい、ちょっとモンスター行ってみますかね、はい、じゃあ実際にこれをどのように駆使して駆使しないといけないです駆使しないといけない駆使しないといけませんかはい、わかりました。ガチャガチャ行きましょうか。行きます、はい、行きましょう、はい、こいつはあの二重床を巧みに、使ってくるモンスター。先ほど説明したやつですね、地面とモンスターの部分、はい、こうやると今赤いエキスが、なるほど、ないかな、どっかないかな、よっ、あ、取ってますね。でこれで赤いエキスが自分に入ります。すると攻撃強化ですね、こうなった時に、実は攻撃内容がよりアクティブに
になります。これ攻撃内容変わってるんです。なるほど、モーション変わってますね、はい、モーション変わります、はい、なのでよりヒット数も多くなってより、ダメージも取っていけると。そしてなんとこの同時に強化エキスをいくつか、強化するとですね、さらに強化できるんです。今オレンジ白赤になってますね、はい、全色今集めたんですけど、こうなるとさらに自分が強化されてます。これプレイヤーの体がこうちょっと光ってるの分かります？分かります。この状態さらに強化されてる状態ですね。こうやって、さらに強化された状態を狙っていくことで、なんとよりアグレッシブに狙っていけると。じゃあですね、はい、まあ、今回新しい武器総中ゴンの説明させてもらったので、はい、今回他の武器ですね、うん、もう、まあ、ちょっと変わった武器の人ら、うん、変わったというか変更のあった武器とか、はいはい、操作とか、ね、調整された武器というのがありますので、はい、そうですね、それを説明させてもらいましょうかと。そうですね、弓ですね、説明します。今までのシリーズですと弓って曲射でありますね。あ、そうですね、はい、画面中に、あ、そうですね、 A ボタンを押すと、はい、上に打ってそれがポンと、はい、破裂して、はい、拡散してくる、拡散して矢が降りて落ちてくるという局射っていうのがあったと思います。そこにですねこの豪射っていうのが入ってます、はい、ため段階の一段上の能力の矢を放つというのが大きな特徴でして、うん、通常のため打ちからさらにその後追撃をするようにもう一段上のための、矢を放つことができる、うん、より今までよりもアグレッシブに矢を放っていける、まあ、弓によってその局射タイプか豪射タイプかっていうのが割り振られているような感じになります。なので今回の弓では局射打てないですね。そうですね、はいはい、ランスの、はい、まあ、ちょっと行動どんなちょっと、はい、追加されたところがあるかっていうのを見せしましょうかね。まあ、こんな感じのランスとしては今まで通りなんですけど、この突進があるじゃないですか、はい、これがなんと段差でもこんな感じで、あらあらあら、はい、もうどこまでも突進しちゃうよっていうのが今回のランス。上りは？上りもどこまでも登っちゃうのか、これどこまでも上っちゃう、登った俺さらに突進中にジャンプで、ランスはもうこの突進中のみなのでかなり限定されてはいるんですけど、おお、すげえかっこいい、狙っていけるんです。さらにはよっこう振り向いて、おお、はい、急ストップかけて、急ストップかけて振り向きながら攻撃、行き過ぎた時に後ろの方が攻撃する、はい。じゃあですね、この後実際に、これがマルチでやったらどういう景色になるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますので、せっかくなのでこの東京ゲームショーバージョン、うん、スタッフの方2人ご協力いただいて、うん、はい、やってみましょうか。はい、何やったらロリア、お、なんか、うん、おら乗った、うっそ、おら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 、俺に任せろ。これがですね、こう乗ると暴れた。そうですね、暴れるとまた巻き込まれてすんで気をつけてください。気をつけてくださいね。危ない、暴れるね、おい、うん、このモンスターにプレイヤーが乗ってるっていうのがなかなか、よし成功、おチャンス、頑張って。ちょっと僕はエキスを採取、お基本に忠実なので私だった。おお、くそ、かっこいいな。ああ、乗りましたね、頑張って頑張って、あ、あ、しびれた、あ、よかった、ましたね。これをジャンプ攻撃で追いかけれるとヒーロー、落ちた、ああ、その止める、止めた止めた、よいしょ、来た、乗った乗った、よっしゃ、見とくぞ頑張れ、よろしく応援してくれ、もっちゃい、暴れとる、暴れとる、危ない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 、時間かけ
今回はそのアクションの部分に特化していろいろお話しさせていただいたんですけど、まだ皆さんにお伝えしてないシステムであったりとか、はい、当然新モンスターそうですねとか、はい、まだね、そうですよ、シングルプレイとか ね言ってないのもいっぱいありますので、はい、まだまだ盛りだくさんなので、はい、こちらの情報もですね、はい、皆さんぜひ注目して、いただければと思います。はい、はい、なんと今回のモンスターハンター4、インターネット通信を使っての協力プレイも対応予定しています、うん、はい、要はインターネットを通じて遠くの人とも通信プレイもできるのをできちゃいますね、はい、はい、すげえ楽しみ、はい、しようと思っております。そちらの詳しいところもまた追って、はい、ちゃんとお伝えしていきますので、はい、そちらの続報もご期待ください。はい、はい、それでは皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。